ジョージ・ワシントン・デロングはアメリカ合衆国の海軍士官、探検家。デロングはニューヨーク市で生まれメリーランド州アナポリスの海軍兵学校で学んだ。デロングの初公開は1873年に北極で遭難した船の捜索である。この時以来、デロングは北極の魅力に取り憑かれた。1879年、ニューヨークヘラルド市のオーナー・ジェームズ、 ゴードン・ベネット・ジュニアの支援とアメリカ海軍の講演により、海軍少佐デロングは、ベーリング海峡経由で北極点に素早く到達できるルートの探索計画をもって、パンドラ号と呼ばれていた船を買い取り、ジャネット号と改名して、カリフォルニア州サンフランシスコから出発した。 この航海にはベーリング海で氷に閉ざされたスウェーデンの探検家ノルデン・ショルドのベガ号救出も兼ねていたが、デ・ロングがベーリング海にたどり着いた1879年には、すでにベガ号は太平洋を南下していたのであった。科学データや動物標本の収集と合わせて1881年の夏にデ・ロングは3つの島を発見し、アメリカ領と宣言した。なお、 この航海でデロングはノボシビルスク諸島の北側を通っている。彼はこの付近にあるとされるヤコフ・サンニコフが発見したというサンニコフ島を見つけることはできなかったが、このことによってサンニコフ島の有無をめぐる論争を高める結果となった。ジャネット号は氷に閉じ込められ、そして押し潰されて沈んだ。デロングたちは船を捨てて3つの小さなボートでシュベリアを目指した。 海表面に到着後、彼らはバラバラになってしまった。一隻のボートは行方不明となり、その痕跡は何も発見されなかった。デロングの乗るボートは陸地にたどり着いたが、救助を求めるために送られた二人のみが生き残った。ジョージ・ W ・メルビルが率いた三隻目のボートは、レナ川デルタに着き、救助された。メルビルは、翌1882年に捜索を行い、 レナガはデルタにある小島でデロングたちの遺体を発見した。デロングたちは餓死しており、デロングの遺体のそばには彼の日記が残されていた。この航海では19名が死亡し、捜索作戦中にもさらに死者が出た。ありがとうございます。